ドイツ国鉄06系蒸気機関車は、ドイツ国営鉄道急行列車向けの蒸気機関車であり、ドイツで唯一の 4/8 車輪配置の蒸気機関車であった。06系蒸気機関車は、丘陵地帯で運行される急行列車の牽引する用途として、1939年にクルップ社によって2両製造され、ドイツ国営鉄道での最大、最重量、最強の機関車だった。性能要件として、毎時 120km の速度で650トンの輸送量があり、そして1/100の勾配時でも、毎時60キロを維持することができることであった。06系蒸気機関車は、45系蒸気機関車と同じボイラーであり、多くの構成要素は41系蒸気機関車と同じであった。動輪は4軸であり、ホイールベースは 6.75 メートルあった。走行試験では、その驚くべき能力と性能を示した。しかし、機関車は対比線の急カーブで脱線する傾向があった。さらに、45系蒸気機関車のようなボイラーの割れ、チューブの漏れ、ボルトが抜ける問題が生じた。そのため、測定車両や定期列車を牽引していたのか、疑わしい。第二次世界大戦後、このサイズの機関車の必要性がなくなり、機関車の構造への改良も増車もされなかった。1951年にフランクフルトamマインにてドイツ連邦鉄道から引退し、廃棄された。ABCDEFGH 高木博之、石行孝、岡田誠一、小野田茂、斎藤明、沢柳健一、杉田一、寺田貞夫、福原俊一、星明、幻の国鉄車用、JTB パブリッシング、2007年11月1日、76から77ページ。ISBN 978-4-533069062。ありがとうございます。